暁の小僧たちには気づかれてはいまいな。もちろんだ。弥彦とかいう小僧が死ねば暁は自然消滅するだろう。そちらの守備は？心配無用。そういうところはリンネガンを持とうとお前も凡人だな、ナガン。真実を見極めろ。自らの痛みと共にな。弥彦と長門真希は？もう出かけたんじゃないのか。今日は半蔵とのみんなを叩き起こせ。兄貴たちの後を追うぞ。どうした？訳は後で話す。弥彦、リーダーのお前にはここで死んでもらう。抵抗すればこの女の命はない。おい、一体何があった？異世界付近にいるメンバーから連絡が入った。木ノ葉の暗部の部隊が半蔵の元に向かっちゃってる。え、木ノ葉の暗部？なんで連中が半蔵のとこに？詳しいことは分からねえ。そこの赤い髪の馬へ。それで弥彦を殺せ。そうすれば女とお前は助けてやる。やめて長門、私のことはいいから二人ともここから逃げて。ラフト、残念だがここから先にお前たちを通すわけにはいかん。誰だ？俺の名は内葉マダ。半蔵の差し金か？半蔵の仲間ではないが、今お前たちに余計な手出しをされては困る。俺をやれ。長門、やめて！早くしろ。この女が死んでもいいのか？キュウスケ！てめえは、なんでこんなことを。ナガトのリンネガンを本当の意味で開眼させる。何のことだ。お前はこの世の救世主だ。お前だった俺ごとやれ。やれ。戦いに疲れてきてるね。ああ、戦いに勝ったって暁には報酬も何もねえ。あるのはただ理想だけ。いつか
たまった疲労はその理想を消してくだろう。そなたが暁のリーダー弥彦殿か。ああそうだ。拙者は三将王の半蔵の腹心勘蔵と申す。お出た。呼んだか十尾の抜け殻。なんだこれは。